モコフィットネスです。ご覧通り今日はクリスマスパーティーです。そして今日は、今年1年間の僕の、いろいろデータとかレースの結果とか1年間の総集編ですかね。はい、それじゃあ唐揚げ、なんで唐揚げかっていうのはもう普段食え、あのクリスマスっていうとまあ鶏のこういうかぶりつけるやつじゃないですか。でそれでもよかったんですけど、もう唐揚げがとにかくひたすら食いたかったんですね。でご見ての通り今日はカーボゼロです。もうタンパク質と脂質しかないです。もう普段もう炭水化物食べ飽きたので、家族の人に頼んで今日はタンパク質と脂質のみです。はい、それじゃあいただきます。これね、ごめんなさい、食べながらちゃんと作ったんですけど、これね、皆さんこれやってください。すっごい美味しい唐揚げ、家でなんだろう、これ自転車で例えるなら、ですね、今回のメインですね、メイン雑談、まあちょっとここに台本書いてまとめたんですが、まずシャウトパーツも、いろいろ変動があります。まずシャウトパーツ、いつも僕が常々言ってますが、まあダントツですね。何度乗っても何十回乗ってもどんな辛いトレーニングしても楽しくて仕方ないパーツ、マビック SLR イグザリットですね。これはもう僕の中で最高のパーツです。いつものチーム練習にしても最高のパフォーマンスを出してくれますし、あとサイクリングにしても楽しいし、何しても楽しいです。このホイールと出会って僕は今年すごくロードバイク、ライフに、一つのこう活力を与えてくれたパーツですね。でここまでは皆さんやっぱりねってとこなんですが、実はそれに押し迫るぐらいに、いいパーツが最近浮上してきました。それはプロのバイブ、エアロハンドルですね。はい、なぜこれが今更また浮上してきたのって、もともとこれもシャウトパーツシルバーぐらいに入ってるんですが、かなり1位の座に入るかなっていうぐらいまで押し迫ってます。っていうのは新しいフレームを僕は購入しました。まだ、秘密なんですが、まあ大体皆さん多分分かってると思いますけどね。でいろんなパーツをこう組んでいって選んでいってる中、まあいろんな変更点、これはこのパーツでいいやとか、ここら辺はこのぐらいのセカンドグレードでいいかなとか、いろいろこう自分の中で優先順位を決めていったんですが、ハンドルってやっぱり見た目かなりかっこよさとか、そのロードバイクのフォルムの中で結構割合占めるところ大きい部分だと僕思うんですね。まあホイールほどじゃないにしても、もうどういろんな、ハンドル一体、ステムハンドル一体式のすごいかっこいいやつとか、例えばこれですね、キャニオンの一体式のやつ、これとかもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。だけどこのプロのこの下半握ったところの細いところ、ここの握りを一回味しめちゃうと、ここでダンシングでフルもがきを してこれに体、手がこう、まあ僕手がちっちゃいんですけどね、手がちっちゃいからこそ細身なんですよ。市内の
市内みたいな感じですね。楕円なんですよね。で最初違和感があって慣れないかなと思ってたんですけど、もうこれにハマっちゃったらもう本当に他の選べなくなっちゃって、これ以外選べませんでした。フレーム買ってパーツ選びをした時にここだけは絶対プロのバイブじゃないとダメだなって。他のはどんなサドルとかは違うのにしたとしても、まあ僕特にサドルには頓着ないんで、はい、まあ、とにかくこれだけは絶対外せないと思って、あ、それほどこのプロのバイブエアロハンドルにハマってるんだなってことでかなり浮上してきました。そしてあと、もう一つ、これもそういう感じなんですよ。 100% エアーですね。これはポックの普通のサングラス、サイクリングとかでは使用してるんですが、あのもうここでマグネットで押さえられるんでずり落ちないんですよ。でたったそれだけのことなんです。でさらにあの鼻が開くところ、これはもう画期的すぎます。もうはめた瞬間に鼻がスッて通るのも最高ですし、この今言った3点、これはねもうシャウトパーツに入れてもいいんですが、ふと思った時にシャウトパーツの原点って、あのつけた時、使用した時に吠えてしまうぐらいに、いいものだっていうところなんですが、サングラスはめたとこでうおーっとは騒ぎませんからね、だからまあ、そういった意味じゃ、うん、そのね、シャウトパーツという意味ではちょっと1位になるかどうか微妙なんですが、まあ、とにかくあの僕の中で最高のアイテムの3つ、これ入ってきましたね。はい、で次は、シャウトサプリ、はい、まあ、飲んだとこで吠えはしませんけど1位、まあエビオス若元で、どちらも一緒って僕は言ってるんですが、飲み比べてます。だいたい3ヶ月に1回飲み終わったとルーティーンしてるんですが、若干エビオスの方が僕は上かな。はい、そんな感じです。でもほぼほぼ一緒です。はい、で若元の方が、乳酸菌がちょっと多めに入っていて、逆にエビオスの方は、必須アミノ酸とかそういう他の、栄養素が高いです。はい、まあ飲み比べてもらってどちらかいいかは皆さん自分で選んでみてください。僕はこれが1位です。で前も言いましたけど、サプリは人によって反応が違うので、飲んでみて全然何も変動がなければ、その人の消化力が強い、あと食べ物で十分アミノ酸が取れてるってことなので、強制的にはしません、エビオス若元は。ただ僕は多分消化力がもともと弱い方なので反応がよく、出ました。はい、で、まあ、これはまた皆さんもうやっぱりねってとこですよね。で次に僕がかなり最近になって浮上してきたもの、これは電解質サプリです。はい、僕はマイプロテインから購入しています。はい、でこれのおかげでかなり小村帰りがなくなりました。はい、ワークアウト中、ワークアウト前はこの電解質、まあワークアウト後もまあこれでいいんですけど、この間もご紹介しましたが、寝る前には、このマグネシウム、はい、これを飲むのをおすすめします。これもあともう数ヶ月続いて、よければ掘り下げてお話ししますし、プラス、もしかしたらシャウトサプリの上位に上がってくる可能性はあります。はい、とにかく僕らは、ビタミン、ミネラル使用してスポーツする競技なので汗たくさん出ますしね。はい、ずっと筋肉を緊張し続けるスポーツなので、特にミネラル、は大切です。はい、まあ、サプリとして僕が絶対に外してないもの、これだけはもうほぼほぼ毎日飲んでるなってもので、BCA、エクステンドですね。はい、これがやっぱりシャウトパーツというか、もうなんだろうな、よくよく考えたら一番飲んでるんですよね、これが。はい、あのスポーツしない時もたまに飲んじゃってるぐらいで、美味しいんですよこれ。ジュース感覚でちょっと飲んじゃうんですよね。まあなんか健康志向の人からすると、多分僕みたいなタイプはかなりっていう風に思われちゃうと思うんですけどね。はい、まあちょっと自分でも良くないかなと思ってるんですが、そのぐらいよく飲んでます。はい、で次、回復アイテムでシャウトパーツ、
まあ、シャウトパーツまた、まあ、これはでも、使用したら吠えちゃいますよ。これですね、意外に皆さん忘れてません、リックリフレ。これ何気に、僕3年前発売日に買ったんですよ。あまりにも欲しくて、もう発売日を調べて、で電気屋さんにかけもう走って買いに来ました。でこれはその発売しても3年ぐらい経ってるんじゃないかな、もう1週間通して最低でも3回はやってます。そんなに続くマッサージ機ってあります？意外に皆さん買った時は結構頻繁にやってても、もう変な話2ヶ月ぐらい経ったら、ああそういえばやってなかったなっていう風になるじゃないですか。でもこのレックリフレはもう3年間だいたい少なくても2回はやっちゃいます。それほどいい機材、器具って言うんですかね、はい、これは高いけど超おすすめです。はい、そしてあと今年のリザルトと、あと僕のスペック雑談ですね。果たしてモコはどのレベルなのっていうことです。でまずリザルトとしては、今年の初めに3時間のエンデューロで5位を取ったきり、全然今年はそのレースの結果が出てません。このせいで、正直僕自体のエビデンスが下がってますしかも富士のタイムが、1時間15分30秒という確か30秒だったと思います。情けないですよね。それでショック受けて帰ってて、あんななんかすごく落ち込んだ動画を出しちゃってね、本当にすいませんでした。はい、ずっとご存知の通り落車が多くて、落車のこのもうなんて言うんですか、トラウマ、恐怖がもう取り巻いてしまって、ずっと落車続きで、それで先月11月に行ったレースも30ないでしたっけ。でその前も2時間で10何位とかいう、もう本当に落車が怖くなっちゃって、前の方に行けないんですよ。で不安になっちゃってる自分もあるし、でもうまあ一応、まあこの間の12月のレース、まあ今年最後ですね、5位でしたっけ、あそうです、5位ですね、5位っていう一応入賞したんで、まあ少し軽くでもモチベーション維持にはなった順位なんではないでしょうか。あでそれでその時の表彰状が届いたんですけど、まあ、全然構わないんですけど、ここのホームページ見たらその日に表彰してくれるって書いてあったんですけど、まあ一応なんか表彰状後日2日3日経って、郵便ポストに、ぶっ込まれてました久々の入賞だったのに、なんかちょっとね、なんだろうな、このやっつけられた感じですよねまあこんな感じでしたね、はい、まあでも僕にとってはまあ嬉しい順位でした。はい、でラスト、今日は長いですよ。最後にその僕のスペックで、一応今日撮影している日が12月24日なので、時点での通算距離、2018年通算距離が21,560、これはちなみにシクロスフィア、パイオニアですね、この距離が出ました。そして時間が759時間、で TSS が46,445でしたね。はい、でここで皆さんお分かりの通り、僕の才能のなさが浮き彫りになりましたよね。僕が才能がないって言ってることは伊達じゃないんですよ。この距離を乗って、この TSS、 この時間乗ってるんですよ。はい、分かりますよね。これでこの程度のスペックなんです。はい、っていう感じでした。はい、で今日はちょっとね、長い動画になってしまいましたが、まあ最後の動画っていうことなので、こんだけに、こんな長い動画になってしまいました。はい、で皆さん今年1年間僕にお付き合いくださって、本当にありがとうございました。本当に
YouTube やってよかったなって思いました。このブログ動画なんですけどね、僕のこのトレーニングレース、使ってるパーツ、僕の動画ってはっきり言って面白い動画ではないと思うんですよね。だって僕の一日の、ライフスタイルを見せてるだけですからね。はい、だから本当はもっと機材とかもやりたいんですが、まあ僕はやっぱりこういうふうに、これからも本当に速くなる機材、サプリ、そしてメンタル、要するに僕のトレ動画ですね、あれで皆さんのメンタル、モチベーションちょっとでも上がってくれて、トレーニングの 1% でも皆さんに影響を与えて強くなってもらえれば、僕はそれでいいのかな、僕の動画は、このままこういう感じでいいのかなって思ってます。はい、であと、リアルの人も僕の、チームメンバーですね、僕が動画を始めて結構影響を受けてくださって、結構人生観が変わったっていう方もいらっしゃいました。本当に嬉しいことです。はい、であとまだありますね、今年はコメントたくさん、嬉しいコメントありました。本当にもう結構気持ちが参っちゃってる時も、ツイッター、そしてインスタグラム、ストラバ、いろんな方面からのコメントも聞いてくださって、質問とか僕みたいなレベルでもそれでよしとしてくれて、いろんなトレーニング、どんなことをした方がいいですかとか、本当に、あと応援してます、本当に嬉しい、コメントがたくさん来てくれました。本当にロードバイクをやっててよかったなと同時に YouTube 始めてよかったなと思いました。こんなに皆さんとつながってることが、素敵なことだとは思いませんでした。はい、そんな感じで2018年、締めくくりたいと思います。で、来年も、モコフィットネス、フィットネスとしてやっていきたいと思います。まあちょこっと雑談はね、本当にふざけた話ばっかしててね、まあ好き嫌いが分かれる動画だと思うんですが、まあちょこっと雑談の方もよろしくお願いします。まあそんな感じで、今日は長くなりましたけど、最後までお付き合いくださってありがとうございます。そして、ちょっとでも今日の動画が楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。あと下から SNS、チェックしてみてください。それじゃあ皆さん、また来年お会いしましょう。バイバイ。